いつまでも若々しくいる、健康で長寿。今の時代、健康美容業界や医療業界に大金を払えば、それらを買うことは可能かもしれません。しかし、大金を払わなくともそれらを手に入れることは可能です。方法は簡単。筋肉をつけましょう。皆さんどうもこんにちは。本ようやくチャンネルのりょうです。今回は医師の藤本貴博先生と筋肉医師の前田拓磨先生の筋肉こそ金なり、世界一効率のいい筋トレの理論と実践を解説していきます。この本は筋トレがメインの本なんですが、そのお話をする前に筋肉の基本的な知識を確認しておきましょう。皆さんは筋肉について学校の授業で習ったことをどれくらい覚えていますでしょうか。少しお付き合いください。筋肉は大きく分けると次の3種類に分類されます。1、体を動かしたり支えたりする骨格筋。2、血管や胃腸を動かす平滑筋。3、心臓を動かす心筋。日常的に口にしたり耳にする筋肉は骨格筋を指すことがほとんどだと思いますが、本書でお話しする筋肉もすべて私たちが姿勢を維持したり動作をするために使う骨格筋のことを指しています。筋肉は筋束、筋繊維、筋原繊維という繊維質が数千本から数万本も集まって多層になることによって作られます。筋肉を作るためにはしっかりとタンパク質を取りなさいと言われているように、この筋繊維は筋タンパク質、アクチン、ミオシンからできています。少し動いただけで切れてしまうほど傷つきやすいため、傷ついた筋繊維の修復作業が常に行われています。また筋タンパク質の分解と合成は24時間行われています。適切な筋トレと休息、そして栄養の補給により分解よりも合成の方が多くなれば筋肉は増大し、逆に運動不足や栄養不足、また加齢や病気などにより分解の方がたくさん進めば筋肉量は減ってしまいます。筋肉に負荷をかけながら収縮させると筋繊維の一部には小さな損傷が発生し破断します。この時起こるのが筋肉痛です。そこに適度な栄養補給と休息を与えることによって損傷した部分の修復が行われ、筋肉は以前よりも増大します。これを超回復と呼びます。この超回復のメカニズムを利用して筋繊維を太くしていく運動が筋トレです。さて、それではこの筋トレのワードが出たところで本編に移りましょう。本日ご紹介する内容は以下の3つです。第1章、体も心も元気にする筋トレ。第2章、筋トレの効果を出すために。第3章、あなたの筋トレ生活を支える食事。どれもとても大切な内容になっています。ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速参りましょう。第1章、体も心も元気にする筋トレ。筋トレを繰り返すことで筋肉の体積を増やし増強する。このことに魅力を感じた日本人は、以前はアスリートやスポーツ愛好家、もしくは健康的でかっこよくなりたいという男性が多かったように思います。しかし最近は男性だけに限らず筋トレをする女性が非常に増えています。そもそもなぜ筋肉を増やす必要があるのでしょうか。素敵な外見を手に入れたいとか、自分に自信を持ちたいというのもやる気のスイッチとしては素晴らしいと思います。ですが今回は筋肉を増やすべき理由を健康の観点から見てお話ししましょう。自分の体型が寿命を左右する一つの要因になることをご存知でしょうか。多くの人がテレビや雑誌、インターネットなどで小太りの人が最も長生きするという情報を目にしたことがあると思います。私たちのチャンネルでもそういった情報を取り上げさせていただいたこともありました。しかし本当にそうなのでしょうか。最初に結論を述べると、ぽっちゃりでもガリガリでもない適度な筋肉質の体、これが理想的な健康体です。2010年代前半に日本を含む世界の研究機関から BMI 25以上30未満の小太りの死亡率が最も低いという研究データが次々と発表されました。しかし近年では名だたる大学の研究チームにより、肥満はもちろん小太りから成人病のリスクが高まっていくという研究発表がしきりとなされています。つまり小太りな時点で通常体型よりも成人病になりやすいということです。小太りが健康的であるという報告がなぜ覆ることになったのでしょうか。主な理由は2つです。交通網の発達、食生活やコミュニケーションの変化により、同じ体重であっても以前より筋肉量の少ない小太りが増えている。
小太りのまま定着せず大太りへの進行過程というケースがあり得る。言われてみれば筋肉のないブヨブヨとした小太りの人もいれば、筋肉量が多くてがっしりした小太りの人もいますよね。ぽっちゃり体型の方は自分の日頃の活動量や筋肉量を確認してみましょう。ぜひ下半身の大きな筋肉を中心とした筋トレや食生活の見直しを始めることで、ブヨブヨとした小太りではなくがっしりとした小太りを目指すべきです。もちろんガリガリの体型の方も同じで、より健康体になるためには筋肉をつけることが大切です。体型による死亡率調査は時代によって結果が変わったりしますが、痩せ型 BMI 18.5 未満は最も死亡率が高い。これだけは常に変わりません。筋肉も脂肪もないと病気がちで虚弱体質になります。なぜなら免疫力が低下してしまうからです。過度なダイエットも免疫力の低下の原因となり、栄養不足や心の病気にかかってしまう人もいます。また筋肉量の不足は転倒を招きやすくなります。転倒により骨折したり、脳がダメージを受けることによってそこから寝たきりとなるケースも少なくありません。ガリガリ型の人こそ筋トレによる肉体改造の恩恵が大きいと言えるでしょう。筋トレによって病気による死亡リスクが減るという研究結果は、世界の複数の研究機関から続々と発表されており、時代が変わってもその結果はほぼ一定しています。心身の健康維持に筋トレが有効であるという評価はもう定まっているんです。筋トレをしてぽっちゃりでもガリガリでもない適度な筋肉質の体を目指しましょう。筋トレは体の健康のためだけでなく、心の健康にも役立ちます。運動の中でも特に有酸素運動はメンタルが改善されるという研究が多数報告されています。それは別名幸せホルモンと呼ばれ、幸福感をもたらすセロトニンや、同じく幸福感や高揚感が得られるベータエンドルフィンという神経伝達物質が分泌されるためです。それらの作用によってストレス時の不安や焦燥が軽減されるという効果があります。また人はストレスを多く抱えてしまうと心拍数が増加するんですが、有酸素運動によって心肺機能を強くすることで以前よりも心拍数が上がらないようになり、不安を感じにくくなるというメリットも考えられます。筋トレも有酸素運動と同じように幸せホルモンの分泌が影響し、不安症状を抑え、うつ病を予防するという研究結果が複数出ていますが、現時点ではまだ十分な証拠が揃っているとは言い難い状況です。ただ筋トレによってあるホルモンが刺激され、いい影響をもたらしていることは確かです。そのホルモンはテストステロンという男性ホルモンです。男性ホルモンは男性だけでなく女性にとっても大切なホルモンです。このテストステロンは私たちのやる気や活力を高め、前向きな気持ちやポジティブ思考を引き出してくれます。また迅速な意思決定などにも関係しています。筋肉は筋トレをしている時ではなく、筋トレをした後体を休めている時間帯、つまり睡眠中に増強されます。その際にテストステロンが多く分泌されるんです。筋肉をたくさん動かした後は心地よい疲労感に包まれて熟睡できた、そんな体験を多くの人がしていると思いますが、実際に筋トレをすることで眠りの質が改善されるということが研究により分かってきています。筋トレ後はレム睡眠よりもノンレム睡眠の割合が多くなる、つまり深い眠りが得られるんです。不安や焦りの解消、そして睡眠の質を高める効果によってメンタル面の健康効果をも得ることができる筋トレ、今は筋トレなんてできるほどに心の余裕がないと思う方もいるかもしれませんが、精神心理状態に悩んでいる時こそ筋トレを行ってみてほしいと思います。さてこのあたりで第1章をまとめておきましょう。ポイント1、長生きするにはぽっちゃりでもガリガリでもない適度な筋肉質の体が理想的である。ポイント2、小太りでも筋肉の少ない小太りは健康的とは言えず、痩せ型は最も死亡率が高い。筋トレによって病気による死亡リスクが減るという研究結果は時代が変わってもほぼ一定している。ポイント3、筋トレは不安や焦りの解消、そして睡眠の質を高める効果によってメンタル面の健康効果を得ることができる。第2章、筋トレの効果を出すために、世の中の物事で自分の思う通りになることはかなり少ないのではないでしょうか。自分の人生を思い描くままに運ぶ、これは非常に難しいですが、自分の筋肉と体脂肪の量をコントロールする、これは可能です。筋肉がつきやすい、体脂肪が増えやすいといった個人差はあれど、やり方さえ間違えなければその努力は必ず報われます。
自分の筋肉を信じ、次の3つの原則に従って今週からでも肉体改造を始めてみてはいかがでしょうか。まず原則1、理にかなった運動をする。原則2、理にかなった栄養補給をする。原則3、理にかなった休養を取る。これら3つに気をつけていれば筋肉は裏切りません。残念ながらどんなに頑張っても変わらないという人はほぼ 100% 間違ったやり方をしています。原則1と原則2は特別に学んだことがなくともそれなりの内容を聞いたことがある人も多いと思います。なので今回は説明を割愛させていただき、本書の中でさらに知識を深めていただけたらと思います。ただ3に関してはちょっと意外な事実がありましたので、この第2章でご紹介させていただきます。原則3の理にかなった休養を取るということは、逆に言えばどのくらいの頻度運動すればいいのかということになります。週に何回トレーニングしたらいいのか。私は腸回復には24時間から48時間を要するため、筋トレは同じ部位に対して週に2回から3回が適切だとよく聞いていたんですが、皆さんも同じような認識ではないでしょうか。こちらについては本書で最新の医学論文が2つ紹介されており、非常に参考になりました。結論から言ってしまうと次の通りです。論文1、週1回より2回または3回の方が筋肥大の効果は高く、3回のトレーニングが2回より優れている根拠は統計的には得られていない。論文2、トレーニングボリュームを同じにして週3回と週6回のトレーニングを行った場合、どちらも筋肉量の増加を認め、両グループに差はなかった。論文2のトレーニングボリュームとは、重さ×回数×セット数のことを言います。トレーニングボリュームを同じにするということは次のようなことです。100キロの重さを10回上げる、このトレーニングを12セットやる場合、全てを掛け合わせると100キロ ×10 回 ×12 セットで12000キログラムとなります。この12000キログラム回、これがトレーニングボリュームとなります。このトレーニングボリュームさえ揃えていただければ筋肉量の増加に大きな差はないということです。仕事やトレーニングにどのように時間を使えるかは人それぞれ違うと思います。ですので次の例のように自分に合ったスタイルで毎週12000キログラム回をこなすようにします。例えば12000キログラム回を1日でやってしまう。6000キログラム回のトレーニングを2日行う。4000キログラム回のトレーニングを3日行う。このようにしてトレーニングボリュームを固定する。これが大切なんです。論文2の場合はこのトレーニングボリュームを固定し、トレーニング日を週3回にした場合と週6日にした場合の比較が行われているんですが、その結果どちらのケースも筋肉量は増加し、差はなかったというんですから驚きです。というわけで医学的根拠から判断しますと、トレーニングボリュームをきちんと意識すれば、その人のライフワークに合わせて週に何回トレーニングを行うかを決定すればいいということになります。ただし前田先生の経験上、トレーニング間隔を1週間以上にするのは筋肥大においては開けすぎになりますので、きちんと効果を出すためには最低でも週1のトレーニングを心がけることが推奨されています。論文1、論文2の結論、そして前田先生の話をまとめますと、週2回のトレーニングが望ましいが、2回分を1回に詰め込めるボリュームのトレーニングが可能であれば1回でもいい。ただし1週間以上空けてトレーニングをするのは望ましくないということになります。これを参考にぜひぜひトレーニングに励んでみるといいのではないでしょうか。ちなみに前田先生の場合は毎日数時間のトレーニングをして休まないことが多いそうです。同じようなスタイルが最も自分に合うという人は、トレーニングボリュームの固定を意識して行うようにしてみましょう。このようにして筋トレを続けていくと、どれくらいの期間でどれくらい体が変わっていくのでしょうか。一般的にトレーニングを頑張った人は年に 2kg ぐらいの筋量の増加を認められると言われています。年に 2kg は期待していたよりも少なく感じるかもしれません。しかし理にかなった運動、栄養補給、休養を繰り返し、しっかりと身につけた 2kg の筋肉にはマッチョと呼ばれるような人以上に健康的な体になるという効果があります。理にかなったやり方を続けていれば、80キロでブヨブヨに太っていた体でも、いつしか80キロ、同じ80キロで体脂肪率 5% の体になる日が来ます。先ほどどんなに頑張っても効果がないという人は、ほぼ 100% 間違ったやり方をしていると言いましたが、実際に9割の人は間違ったトレーニングを行っているそうです。
特に軽い重量をすごいスピードでシャカシャカやっている人。著者はこのタイプの人をシャカシャカマンと名付けました。シャカシャカマンは自分の運動回数を数えず疲労もしない。ただ体を動かしたことに満足したらそのセットを終わらせます。正直トレーニングにこれが正解なんてない。やりたいようにやればいいのだと言いたいところですが、貴重な時間を割き適度に筋肉質な体を手に入れるためにジムに通っているんだとしたら、それでは大きなエネルギー消費も筋肥大も期待できず、非常にもったいないことをしていることになります。シャカシャカマンを卒業するためには自分に適切なルールを定めてそれを守っていきましょう。肉体改造を求めて筋トレをしている人に向けたゴールデンスタンダードというべき基本となる筋トレのルールがあります。自己流で筋トレをしているより、そのルールに従って筋トレをする方が何十倍もトレーニング効率が上がり、体の変化を実感できる可能性が高まります。一度体の変化を実感するというような結果が出ると、その感動が次へのモチベーションとなり、以後は盲信的に頑張れてしまったりするものです。肉体改造のゴールデンスタンダードはいくつかの医学論文を参考にまとめられていて、全ての部位の筋トレに適用できます。できれば覚えてみてください。肉体改造のゴールデンスタンダード。筋肥大のためには最大許容重量の 67% から 85% の負荷で6回から12回の反復を、セット間に1分から3分の休憩を挟みながら3から6セットを週あたり2回から3回の頻度で行うことが推奨されている。ただし週2回から3回のボリュームを1回で行える場合は週1回のトレーニングで良い。さて、これを何度も読み上げて覚えてしまいましょう。しかしね、ちょっとこれうわーと頭を抱えたくなってしまった人もいらっしゃると思います。何言ってるかわけわかんないし、トレーニングなんてやってられるかと思われた方、安心してください。これからトレーニングを始めたいと思っている人がここで挫折してしまっては意味がありませんので、これらの説明は省いてルールを簡略化したものを見ていきましょう。これだととてもわかりやすいと思います。そのゴールデンスタンダードは、10回でもうできなくなるようにトレーニングをしましょう。いかがでしょうか。かなり複雑なところからたったの1行になりました。これはつまり10回で限界まで追い込むということです。著者はこれを10回出し切りトレーニングと呼び、肉体改造の基本コンセプトとしています。10回ぴったりで追い込む必要はありません。もちろん慣れないうちはうまくいかないと思います。多少前後して8回から12回ぐらいを目安としても OK なんです。ただし20回以上できるトレーニング、これは負荷が軽すぎますのでほぼ無意味だと思ってください。その場合は負荷を上げていきましょう。このやり方に従えば、あなたが行うトレーニングを筋肥大に最も効果のある回数に近づけていくことができます。本書にはスクワットやプッシュアップ、プランクなど足、胸、肩、背中、お腹を鍛えるための10回出し切りトレーニングが載っています。これらは自宅でもできる内容になっており、各部位に対して2種類から5種類と豊富な種類が紹介されているんです。素晴らしい肉体美を持つ前田先生ご自身が正しいトレーニングフォームをご本人の写真付きでレクチャーされていますので必見です。と熱く本書をおすすめしたところで第2章をまとめておきましょう。ポイント1、トレーニングボリュームをきちんと意識すれば、その人のライフワークに合わせて週に何回トレーニングを行ってもいい。望ましいのは週に2回のトレーニングで、1週間以上空けてトレーニングするのは望ましくない。ポイント2、一般的にトレーニングを頑張った人は年に 2kg ぐらいの筋量の増加が認められる。どんなに頑張っても変わらないという人はほぼ 100% 間違ったやり方をしている。ポイント3、効率よく鍛えるためにあなたが行うトレーニングを筋肥大に最も効果のある回数に近づける10回出し切りトレーニングを実践してみよう。第3章、あなたの筋トレ生活を支える食事。さて、第3章では筋トレに励まれる皆さん、筋トレに少しでも興味が湧いてきた皆さんに向けて、どのような食事を意識するといいかについてお話ししていきましょう。医師、医学博士でもある藤本先生からのアドバイスに耳を傾けてみてください。食事のポイントは大きく分けると2つ。1、必要な栄養には個人差がある。2、筋トレで増える活性酸素を除去する。それぞれ詳しく見ていきましょう。1、必要な栄養には個人差がある。健康な食事の内容に関しては、誰が語っても栄養バランスのいい食事をという言葉が出てきます。それは誰もが常識として理解していると思いますが、本日ぜひ知っておいていただきたいことがあります。それは、必要な栄養とは個人によって異なるということです。持って生まれた DNA や腸内細菌によっても変わります。
ある人にとっては多めに必要な物質が別のある人にとってはそこまで多く必要ないかもしれません。ですから完全に全ての人にとって体のいいもの、これさえ取っていれば人間は健康でいられるというものは存在しません。そしてオーガニック食材、有機食品、サプリメント、薬といった私たちの健康にいいもの、あるいは健康をサポートしてくれるとされるものでも、含まれる全ての成分が体にいいもの、イコール効能があるもの、必要とするものというわけではありません。体に悪いものも何パーセントか含まれています。ということはやはりバランスよく様々なものを食べることが大切になります。でも自分に必要な栄養なんてどうやって知ればと思いますよね。それを見つける最もいい方法があります。それは個人の感性を豊かにして自分に合う食材を探すことです。具体的に何を行えばいいのかというと、砂糖や化学調味料をギリギリまで省いた上で食べてみて美味しいと感じるもの、摂ると体の調子が良くなるものがあなたに必要な栄養である可能性が高いと言えます。この時あなたに合う食材は一つだけではなく少なくとも3つは探しましょう。健康の結論というのは医学の進歩とともに変化します。例えば20年前にバターよりもヘルシーだとされたマーガリン、現在では完全に地位が逆転していますよね。もしもあなたが自分の体に合うと信じて積極的に食べていたその食材がマーガリンのように実は体に悪かったという論文が後から発表されたら取り返しがつかなくなります。それでも自分に合うと感じる食材が3つあればどれか1つにそのようなことが起こってもリスクを3分の1に軽減できます。何も問題がなければそのまま3種のメリットを得ることができます。そしてもう一つ重要なのは探し続けるということです。砂糖や人工的な添加物による味の調整がなくても美味しいと感じて体調も良くなった気がするからこの食材こそがそうだ、そのように感じたとしてもそこで決め切ってしまうのではなく、自分に本当に合っているのかどうか日々の生活の中で考えていくことが必要です。なぜなら年齢だったりその時の体調や時間帯などによっても美味しいと感じるものは変わるからです。自分の体の状態に合わせていくつもの食材を試していく、これがいいでしょう。ポイントは食べる前からどんな栄養が必要で何が体にいいのかということを考えすぎないということです。美味しいと感じるものをひとまず3品選び、それが体に合っているかどうか食後の様子を観察する習慣をつけましょう。美味しいと感じる基準は人それぞれですが、収穫したての野菜、その日に採れた魚のお刺身など新鮮な食材は間違いなく誰もが美味しいと感じるはずです。もう一つおすすめの食材の判断方法は旬の食材です。春のタケノコ、夏のトマト、秋のサンマ、冬のブリ、いいですね。今でこそいつでも好きな食材が食べられるようになりましたが、本来その時期に取れるものをタイムリーにいただくことができるとより美味しく栄養豊かに食べることができます。ぜひ旬のものを意識して食べていきましょう。 2. 筋トレで増える活性酸素を除去する。特に35歳を超えてからは活性酸素の除去に効果的な食材を積極的に取ることも意識しましょう。というのも35歳をピークに体内の活性酸素を除去する酵素が減少してしまうからです。筋トレのような激しい運動は体内に大量の活性酸素を発生させる原因になります。活性酸素は体内の酵素や体細胞を酸化させます。酵素が酸化することを疲労、体細胞が酸化することを老化と言います。さらに遺伝子が酸化すると癌化します。筋トレに取り組む際は体に害が起きぬよう活性酸素の対策を行う必要があるんです。肉体改造目的ではないスポーツであれば活性酸素を大量に発生させないよう年齢に合わせた適度な運動を心がけましょう。ハイキングやゴルフなど周りの人と笑いながら話せるぐらいの運動量がおすすめです。他にも活性酸素を発生させる原因としては怒りや不安などのストレス、過度な緊張、食べ物や薬などの毒となる成分、紫外線などもあります。活性酸素を発生させないように対策を取ること、これももちろん大切ですが、筋トレなどによる防ぎようがない分は食事やサプリメントなどで抗酸化物質を取り、体の内側から防御していきましょう。近年抗酸化物質として注目されているのが野菜に含まれているフィトケミカルという化学物質です。例えば赤ワインやリンゴ、カカオなどに含まれている植物性ポリフェノールは紫外線による酸化を防ぐ抗酸化物質フィトケミカルの一つです。高カカオチョコレートは食物繊維も豊富で便通の改善も期待できる優れものですので、お菓子を食べたい時にはおすすめです。フィトケミカルは皮や葉などを調理の際に捨ててしまう部分に多く含まれていますので、フィトケミカルの抗酸化効果を知ってしまった以上、きっと野菜の食べ方、調理の仕方が変わってくると思います。
他にもキャベツ、ほうれん草、柑橘類などに含まれている水溶性のビタミン C、アーモンド、エンドウ豆、卵などに含まれている脂溶性のビタミン E も抗酸化の作用があり、同時に摂取することでいい相乗効果が期待できます。自分を元気にしてくれる食材を探して日々の食事に取り入れていきましょう。トレーニングのボリュームを固定して自分のライフワークに合う感覚で効率よく筋トレを行っていきましょう。抗酸化対策をして体の害になる活性酸素を減らしましょう。肉体改造により得た適度な筋肉質な体はいつまでも若々しくいる健康で長寿、精神状態の改善、深い睡眠などの幸せをあなたにもたらしてくれるはずです。それらの幸せは健康美容業界や医療業界に大金を払えば買えるのかもしれません。しかし大金を払わなくても筋肉を手に入れることさえできればそれらが自然とついてくるんです。まさに筋肉こそ金なり、間違いありません。第3章をまとめておきましょう。ポイント1、自分を元気にしてくれる食材を3つ探して日々の食事に取り入れましょう。その食材が自分に本当に合っているのかどうか日々の生活の中で考えていくことも忘れないようにしましょう。ポイント2、筋トレで発生する活性酸素は体の害となるので抗酸化対策として抗酸化物質を含む食事を取り活性酸素を除去しましょう。いかがだったでしょうか。筋トレはめんどくさいという先入観が拭えない人が多いかもしれません。しかし結果が出れば人生は変わります。そして結果が出た人は自然とそれを継続することができるんです。これはダイエットにも同じことが言えます。繰り返しますが、結果がなかなか出ないのは間違った方法でやっている可能性が非常に高いんです。本書を教科書として短期間に効果が実感できるやり方を徹底してみてください。結果が出るか出ないかの壁を乗り越えることができる可能性は間違いなく高まるはずです。ぜひ本書を買って読んでみてください。ここまで長らくご清聴ありがとうございました。今日の動画が良かったよという方はぜひぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと励みになり、より一層頑張れますのでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしています。さようなら。